ご結果ですか、バニラエースでございます。 RPG スクール2のサンプルゲームですね。ダン吉の爆沈大作戦のゲーム実況をやっておりまして、今日が第3回ということで、まあ、なんやかんやありましてですね、主人公のダン吉くん、スクール学園から外を出ましてですね、謎のカード5枚を集める旅を続けております。はい、でその過程で一人旅だったんですけど、ライバルであるタクヤと、まあ、同盟というか、まあ、一緒に、ね、行動を共にするというところで終わっておりますので、今回は続きをねやっていきたいと思います。はい、ダン吉とタクヤがね二人旅になりました。はい、装備はどうなのかな。あー、タクヤが装備なしだな。どれだっけ。生徒手帳か。生徒手帳を見るとマップがわかります。で、ちょっと大金持ちの島に行かなきゃいけないんですよ。会員証ですね。この動画今使えません。この会員証がないとね、ルクソールか。ルクソールっていう街に入れないんですよね。うわ、毒毒攻撃。舐めてる。あのね、結構、そうだな、初めての方に言うと、結構テキストとかはもうふざけてるし、ストーリーもふざけてるんですけど、なんていうのかな、こう、戦闘は割とシビアっていう、多いっていうね。あんまり戦闘舐めてると、全滅するっていうね。あ、ナツチコ、ありがてえ。マジックポイント回復。じゃあ、どこがルクソールなのかわからないんだよな。ルクソール、あそこかな？いや、多分ね、おー、円環島ね、やっぱ昔のゲームですからね。あー、でもこれあれだ。うわ、よよ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 よ。多分、カニボコは倒せないんじゃないかな。やばいな、逃げよう。ダン吉くんはね、さすが主人公なだけあって、まあ、マルチに、いろいろ使えます。今までね、そのおかげで、まあ、勝ってきたって、まあ、それなりに戦えたんですけど、やっぱ一人ではね、なかなかきつい、正直言うと。マーメイドはね、割と弱いんですよ。わー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 。割と弱いんです。ただあれだな、攻撃力下がってる。で、えぐいのは、特殊攻撃がえぐいんですよ、意外に。殴ってきてくれる、ただただ殴ってきてくれればいいんですけど、割とこうね、毒攻撃してきたりね、こうやって、ステータスに、ダメージというかね、まあ、影響を与えてくるような戦いを挑んでくるんで、きついんですよ、なかなか。でもね、ちゃんとある程度戦っていかないと、多分ね、レベルある程度上げないとダメなんじゃないかな。ボスがいるのかどうかもわかんないんだけど、まあ、エンカウントのことを考えると、ある程度強くしていかないと、あ、ちょっと待ってよ、どこだ今。多分ね、この辺りがルクソールじゃな、あ、違うわ。ここはワイキキビーチだ。ワイキキじゃないな。まあいいや、買えるものがあるのであれば。キャー。学園に戻ってきましたね。ヤイキキビーチだったかな。学園入れねえのかな走って。これですよ。これですよ。うわ、自爆する。ちょっと、タクヤの装備をね、何の装備もしてないから、ここは学園なんですけど、学園で回復と、アイテム購入しておきましょう。
あ、ちなみに最初から船持ってるわけじゃなくて、結構、あ、入らせてくれないか。マジか。あー、まあ、そんなに甘くないか。ちょっと待ってよ。回って、ヤイキキビーチに行ってみるか。ヤイキキビーチ、な、売ってるもんあったかな？ちょっと覚えてないが。まあでもこれね、普通の RPG のように、おぉ、見えますけど、普通のっていうかまあ、これがそのまま市販されているように見えるけど、これちゃんと RPG スクールで作られたものですからね。結構ね、やっぱまあサンプルゲームっていうだけあってよくできてる、本当に。ちょっとその戦闘面がシビアですけどね。うん。そこだけが、ちょっと辛いとこですが、逃げましょう。あ、逃げられない。うん、じゃあ、マーメイドだけぶっ倒しとくか。なんかね、逃げられないっていうのが、多分これあれなんだと思うんだよな。例えば、猫パンチとか、攻撃なんだ、ちょっと着攻撃してみよう。ああ、やっぱり、魔法は効くんだな。あ、いいですね。魔法が。ただし、タクヤは攻撃系のはないのかな。ああ、でもなんか、できそうだけど、馬並み、まあ、もうちょっと防御しとこう。よし、倒した。なんかでもここまでリスクを負って戦う相手でもないような気がするな。なんかね、硬い敵、結構なんかやたら硬い敵がいるんだけど、なんかもう組み合わない方がいいって感じだね。なんかその代わり逃げられないが結構出てくるんで、その辺は運で、もう、あーちょっとトラベラーこの砂漠に砂漠にこう、なんか女の子がペタンと座ってますね。しかもその人と戦うことになるなんて。あー、生かしてくんねえ。アステンサス前回、まあこれだがあるだけでもマシですね。ちょっとちょっと待って、じゃあどこに行くの？多分ね、左上の日本みたいなところが、自分の出身地みたいなところなんですけど、ということは、マップの中央、南、まあ、下ですね。あれ、あの島だな。逃げましょう。逃げられない。ちょっと、拓也の装備を欲しいんだよ。あ、でもそうだったらあれか。船を手に入れた町があるので、そこで、装備を整えた方が先ですね。道具じゃない、呪文。猫パンチ。呪文で、なんだ、馬並みキックやってみようか。で、おー、やった。まあでもちょっと、今の段階であんまり使いたくないですね。なんか新しい攻撃方法を覚えたけど。あ、交代できません。そう、記録するつもりじゃなかった。ちょっと。逃げる。もう絶対に逃げれないじゃん。逃げれるのはね、逃げれなくはないんだけど、あんまり逃げれないんだよね。あ、ほらほらほら。複数いると逃げにくいのかな。よっしゃ、逃げれた。なんでしょうね。ちょっとそのあたりの逃げる、逃げられないの、こう、あれがわからんすね。なんか、さじ加減がね。1体はだったら逃げてる感じですね。ほら、
ね、2体だと逃げられないとかあるのかな。わあ、混乱してる。えぐいでしょ、なんか。おお、敵払われた。スラッシュ、こんなやつ初めて見たぞ。弱い弱かった。なんか見た目めっちゃ強そうなのに。よし、オッケー。ここは中島さん。中島さんって人からね、借りたんですよ。どっちだっけ。まあ、いらないですね。あ、そっか、ワープでやればよかったのか。まあ、いいや。あ、てか、ここも攻撃のものは売ってねえのか。マジか。ちょっと装備品が全然ないぞ。参りましたね、こりゃ。ここで装備売ってると思ってたけど、お、あんた無事だったのかい。はい、タクヤがね、先にここに現れていたんですよね。リンダちゃんが楽しめると。なるほど、ルクソール城に行かなきゃいけないんですけど、あー、買えるものないのか。よし、馬はね、地上を走る、まあ、エンカウントなしの、あ、なんか、なんかあれだな。怪しいピラミッドがあるな。ちょっと待って、ピラミッドはなんだ？まだピラミッドに行くとかいう話になってないな。いいのかな？あ、まだ行けないところだな。強い敵が出てくるかもしれないから、ちょっと先にルクソール城に行こう。リンダちゃんの腰つきをね、見よう。結局ね、このゲームね、結構下ネタが多いんだよね。また、ミナヨちゃんっていう、これ元々の目的は、RPG スクール2を使って、ミナヨちゃんっていう愛しのね、女の子を順とさせる、ゲームを作るっていうのが目的なんですよ。で、そのために、なんか知らんけど、RPG を作るって言いながら RPG を作らず冒険をしているっていう、ちょっとなんかよくわからない、展開になってるということですね。はい。さあ、ルクソール城にお金じゃないわ。装備品が、にゃー、悪の剣士。硬いんだよな、こいつも。でもまあ、意外に弱い。まあ、お金は結構持ってるんで、嬉しいですね。ああ。生徒手帳が非常に役に立ちます。いや、でもこれマップも自分で作んなきゃいけないんですよ。なので、わー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 、混乱してる。わーわーわー、今のところ敵に攻撃をしてくれてるんでいいんですけど。いやー、タクヤに攻撃が集中している。タクヤがやばい。うわ、危ねえ。原宿ビーム。原宿ビーム。そんなのどうでもいいんですけど。あ、でもいつの間にか100を超えてる。ちょっと待ってよ、もう。だからマップも自分で作んなきゃいけないから、実際作る人は結構大変だよ。もう、一歩進んだら、敵が現れるってい うエンカウント率の高さ。エンカウント率の高さって確か1だったら、調整できたような気がするんだけど、わー、
強そうなやつの方がそんなに強くないっていうね。骸骨の方が強いっていう、ね、あれどっから行くんだ。あ、ここでもないな。スラッシュ。あれ、ここじゃないのかな。あー、でもルクソールって言ってたから、ピラミッドが近くにあるのがルクソールなのかな。なんかここが怪しいなと思ったんだけど。確かにな。さっきの町から、南だとは言われてたんだね。じゃないみたいだな。まあでもいいや。ちょっとあ、でもなんかあるのはあるね。ちょっと行ってみましょう。せっかくだからね。そんなにめちゃくちゃ強い敵でもなさそう。え、行けないのか。空飛ばなきゃダメなパターンか。もしかして。これ空飛ぶアイテムも、まあまあ設定はできると思うんだけど、このサンプルゲームの中で空を飛ぶっていう、あれもあるってことだ。スライムギル、うん、まあじゃあおとなしく北に行きましょう。ルクソールって言ったらあれなんだよね。エジプトの都市がルクソールだったよね確か。だからなんかあれだなと思って。もう踊り子志望踊り子になりたいんやそういうことよね。踊り子志望な、なんか、なんていうの。あたい踊り子になるのっていうやつがナイフを持って襲いかかってるわけでしょ。やってることは違うだろう、お前。ちゃんと踊り子になれよ。よっしゃ、うなぎ弁当。タコリン強いよな。ほら突撃してくる。まあでもいいか、反撃できる。なんか特殊攻撃をしてくると反撃をするっていうのがなんかワンから、あ、なんだ、あ、これあれだ、うまくれたやつだ。弱いのにでかいんだよな。気持ち悪いんだよな。馬太郎のこと可愛がってくれよな。そう、さっきのは馬太郎でした。これか？ルクソール城。あ、ここだ、ルクソール城。なんだかんだ、疲れてるみたいだね。止まってかい。ありがとうっす。疲れてます。にゃ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 ーん。これ猫に話しかけるとセーブできます。他の方法でもね、フィールド上でもできるんですか？ルクソールの女神リンダちゃんのショーがもうすぐ始まるわよ。私の後ろの階段から2階上がってね。いらっしゃいませ。ジャガー様がお待ちしておりますよ。私の後ろの階段からお2階へどうぞ。あ、それはいいや。ねえ、知ってる？このルクソール城の王様だっていう男、ラスベガスで一発当てたお金でこのピラミッドを追っ立てたらしい。追っ立てた。聖帝十字路。聖帝十字路って言った。まさか、サウザー自分では王様だって言ってるけど、ただの小金持ち親父なんだって。ひどいな。お前聞かれたらどうすんの。よっしゃ、最強の武器くれよ。お、ちょっと待ってくれよ。ちょっと飛び出しナイフ。悪人の鎧、なんか呪われそうだな。愛の無知。健やかパーカー。ちょっ
とあれだよな、タクヤの装備、装備もいるんだけど、あ、腹巻きが、腹巻きがあった、ペコペコ下着があった、スライムゲル、あー呪われてしまった、危ない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 、あー呪われているので持ち帰られない、もう呪われちゃったんだ。呪いはね、埴輪かなんかで解くしかないんだよね。呪い設定とかやめてほしいよな。なんかこんなって言っちゃった。まあ、そんなに、あれじゃないですか。そこまでこう、ね？サンプルゲームなんだから。大学院。じゃこれ、そんなに回復しても、美奈代のすすめ、あ、エリクサーや。エリクサーのあれが。ああ、埴輪がねえな。どうしよう。こっちから行くか。飛行船で南へ行くとね、山に囲まれた島があるの。そこには玉代っていうとんでもないババアが住んでるって話よ。手当たり次第に男の子をさらって自分のしもべにしているらしいわ。あなたが探してるっていうお友達も今頃玉代ババアにこき使われてたりして。玉代ババア、え、ちょっと待って、話しかけないで。ジャガー様ったら最近私に冷たいの。他に好きな人でもできたのかしら。女の人？さよう、私がこのルクソール城の王、ニック・ジャガーだ。ニック・ジャガー、ミック・ジャガーじゃなくて、ニック・ジャガーから、おそらくね、もじって、ニック・ジャガー、ね。なぬ、飛行船を貸してほしい。せっかちだね、君は。ところで、リンダのショーはもう見たのかね？いや、まだっす。じゃあ、ショーを見たらまた来なさい。なんだ？気前が良さそうな感じはするんだけど、リンダちゃんのショーを見ればいいの？リンダの踊りを見た日って必ずいいことが起こるんだ。お、リンダちゃんのショーを見るならカウンターの中にいる人に話しかけてね。てめえ、踊りを見るのは自由だけどリンダに惚るんだよ。はい、じゃあお願いします。いらっしゃいまし、ショーご覧になりますか。ではごゆっくりお楽しみください。よ、リンダちゃん待ってました。あ、ここに出てくるの。こんな狭いとこで踊るのね。リンダちゃん。あ、でもすごい踊れる。踊る、あれがあるんだ。あー、早い。しかもなんか。リンダちゃんでした。皆さん、盛大な拍手お願いします。さあ、ここでルクソール機体のニューフェイス、ゴリコちゃんの登場です。ちょっと待って、ゴリコちゃんって、忍者っていうか、忍者ってことは、おい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 、あいつ男じゃねえのか。一応外見はゴリ作ですよ。あの1からね、 1から2とか見てもらえればわかると思うんですけど、同じ学園のですね。おい団吉、俺はここで待ってるぞ。なんでてめえが踊ってんだってゴリに聞いててくれ。だよな、ゴリ作はなぜ踊り子になっているのか。その前に壺を調べてみますか。何もないですね。まあこれ全部になんか仕込んでたらやっぱいろいろ容量が多くなっちゃうんで、まあできないですよね。サインならお断り。私今忙しいの。忙しいの。あれやだ、団吉じゃないの。何よ、団吉なら団吉って言ってよ。私はまたバカなファンがサインをねだりに来たんだとばっかり思ってたわ。いや、なんでこんなとこにいるんだって言われても、実は私ね、ずっと前から踊り子になるのが夢だったの。だからここへ来てリンダさんのワンダフルな踊りを見たとき、ああ、私が求めていたのはこれだったんだって気づいたの。
RPG を作るのはやめたのかって。そうよ、やめたわ。私はここで一生踊り子を続けて、踊り子のエキスパートになるつもり。RPG 作りの夢は、ダン吉、あなたにすべて託すわ。だから私の分まで頑張ってね。おい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 。私、ババアになっても踊り続けるつもりよ。ババアになっても、ババアになって。いや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 、ちょっと、ゴリザック。元気でね、ダン吉。あんたのことは忘れないわ。まあ、あれなんですよね。ゴリザックは、あ、ちょっと待って、待って、ダン吉。何、気が変わったか。やっぱり私も行く。ダン吉と離れ離れなんて、いや。それに、ヌパちゃんやタクヤだって、私大好きだもん。はぁ、あ、これからも一緒に頑張っていこう。ね、ダン吉。まあ、ゴリサックさんはね、心は女の子なんで、純粋だね。はい。仲間出ました。巣のカードを持っていた。ダン吉は巣のカードを手に入れた。やったー。これで3枚目。イのカードとルのカードと巣のカード。なんやろ。あと2枚あるはず。ところでヌーパーはどこ行ったんだろうな。そう、ということで、装備は、ゴリサクも何も持ってない状態になってる。一回買ってやったのにさ。ゴリサク、装備できない。装備できない。アンミラドレス。ちょっと、愛の鞭。愛の鞭、愛の鞭や。シャワーキャップ、シャワーキャップが。座布団って何？縦。シャワーキャップ。アンミラドレス。え？愛の鞭か。愛の鞭。ブラジャーつけれたんや。つけてるだろ。実はつけて、もうつけてると思うし。あ、ちょ待って。ジャガーに、ニックジャガーに会わなきゃ。ニックジャガー。そうか、君はゴリちゃんの友達だったのか。それなら林は早い。これを持っていきなさい。ダンキシャカラオケマイコ出るんだ。何ですかそれ。どういうこと？そのマイクで歌えば、飛行船がビューンと、飛んでくるぞ。ゴリちゃん、私は君と出会って本物の愛を知ることができたよ。どうもありがとう、ゴリちゃん。そうか。ジャガーさんはあれなんですね。ゴリちゃんに惚れてたんですね。いや、いいっすよ。そう、いろんな愛がね、あっていいんですよ、それはね。よし、じゃあ、とりあえずさ、一回記録するか。三人パーティーになりまして、道具、カラオケ、マイク。ここでは使えません。え、ちょっと待って。あ？いや、チェリーボーイ。やめろって、だからチェリーボーイとか。強えじゃん、チェリーボーイ。チェリーボーイのくせに、チェリーボーイがわからない人は、お父さんとお母さんに聞いてみようね。ぜひ。お父さんとお母さんがですね、非常に答えにくそうな顔をすると思いますんで、ぜひ聞いてみてください。お父さんとお母さんを困らせてみよう。たまには。まあ、そのことでもいいですけど、ね、まあ、聞かないでくださいね。あれ？ああ、来た来た来た。おー、すごいじゃん、これ。あ、オープニングでもこんな感じだったよね。すごいすごいすごい。すごいかっこいいなぁ。こうですね。えい。あ、ダンジョンになってるのか。ダンジョンになってるなぁ。ライオンマン。ライオンマン。適当につけてるな、名前もな。チェリーボーイとかな。千里のバナナ。
もうなんかもう、全部卑猥に聞こえるわ、バナナとかさ、もうなんかもうやめ、ああ、なんか占い師、寒いのに占い師、こんなとこにいたってさ、誰も客が来んでると、おい雷、おい、ちょっと、めっちゃ強いじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、これやばいぞ。呪文。元気満々。呪文。ちょっと待ってよ。あ、ゴリ作か。あわあわ攻撃は混乱だったっけ。ちょっとまあ、あー、一人か。ということは、ゴリ作は攻撃。呪文。チャック攻撃。あー、これも一人か。まあいいや。よし、全回復。こっちにはいろいろね、回復アイテムはまああるんで、チャック攻撃をうまく使わないとダメだな。火炎ベイベイはね、地味に効くんだよね。あの、グループ攻撃、まあ、全員攻撃か、してくるので、結構ね、やらしいですね。寒そうなところに嫌がって。大学芋が入ってきた。ちょっと待ってよ。タクヤが、どっちかっていうと、まあ、あれなのかな。もう一人ね、ヌポノスケってやつがいるはずなんですよ。で、多分ここにいるんだと思いますが。ちょっと待ってよ。エンジェル、ゴリサク、呪文、チャック攻撃。チャックって閉めるって意味か。お口にチャックで。いやーもう、タクヤ押せえよ。タクヤはね、結構ね、強いキャラだと思うんですけど、見た目もね。見た目もそうなんやけども。えい、えい、えい。まあ、なんだかんだ、主人公が一番。おお、もうやだ、逃げれるかな。逃げれない。ダン吉、ゴリ作、チャック攻撃、雷おやじ、やめて、やめて、やめて、みんな消す、マジか。こう、きついな。きついな、これ。きついな。これ、どうすればいいんだ。あー、まあいいわ。とりあえず、チャックで、お口にチャック状態ですよね。お口にチャックウィルソンですよ。懐かしいチャック・ウィルソン。チャック・ウィルソン。何言ってるんだ。チャック・ウィルソンでみんなわかんないよね、もうね。うん、もう、やめとくか、チャック・ウィルソンの話は。誰が。もうみんな、いらっしゃったよね。よし。もうあとは殴るだけ。こっちのもんですよ。封じてしまえば。チャック・ノリスって人もいたよね、なんか昔ね。うん。チャック・ノリスとかね、チャック・ウィルソンとかね。誰もわかんない話ってどうすんだよ。ちょっと待ってよ。ナッツチョコがマジックポイント回復。
で、うなぎ弁当がヒットポイント回復。あ、ちょっともったいない使い方した。わあ、これ結構な迷宮になっているではないか。きついのー。エンカウントが高いよ。ダイフ使い。あんなに手がいっぱいあるのにダイフ使い。あんなに手があるのにナイフ使う。そりゃナイフもうまく使うでしょうよ。ねえ。そりゃ鉛筆を削るとか、おお、いっぱいいる。いっぱいいるなぁ。ナイフ使いっていう割には、一つ、一本腕はですね、ナイフを持ってないというね、なんかなんだろう、ちょっとこう、名前にちょっとね、異議を唱えたいタイプのやつですよ、こいつらは。でもあれだな、ナイフ使いって言う割には殴ってこねえな、あんまりな。どっちかっていうと、魔法ばっかり使ってくる特殊攻撃。ああ、強いな。2回攻撃はしてくるのか。腕を多いから。ここはね、アクリスクレベル上がった。わー、もうわかんないなー。わかんないなー。これ、何にもないパターンかな。痛恨の一撃、痛恨、俺が触ってるのはワンコンだーみたいなね。痛恨じゃないぞーみたいなね。よくわかんないことを言っときます。はい。大荒れしてね、みんなね。こういう、ちょっとね。円環倒立が高い RPG はね、戦闘がめんどくさいということもあり、お？なんだ？少し前にヌポヌポうるさい変なやつと色っぽい姉ちゃんが玉代に捕まってたぜ。色っぽい姉ちゃん？誰だ？玉代さんに金を借りてるんです。それを返すまでババアの言いなりですよ。なんかこう寝れたりとかしないのか。あ、そんな甘くねえか。玉代ババアに捕まった人たちですね。うわあ、結構めんどくさいですね。よし、お口チャック。カチコチマン。ウィーウィーウィー。よしよしよし。タクヤが遅い。タクヤが早かったらこんなに苦労しないんだよ。わあ、タンキチやられた。強いよ。強いやん。困った、ダンキチがやられた。どうしよう。あ、そういう設定。よかった。よかった。もう、復活させる、なんだろう、勉強というか、復活させるための、知識を与えられてないので、どうなるんだろうと思ったら1で蘇ったわ。これはどうすればいいのか。自分あわあわでいいかな。あわあわ混乱だったと思うんで。やばいかな。やばいかな。混乱した。OK。とりあえず2回攻撃か。でもえぐくない？サンプルゲームで2回攻撃とかしてくるのえぐくない？サンプルゲームをどこまで舐めてるんだと。いや、サンプルゲームね、正直舐めてたわ。面白いし緊張感もあるんだよね。だから結構ね、まあ、ちゃんと作られてるっていうとちょっと失礼だけど、なんかちゃんと向き合ってるなって感じはする。やばい、ちょっとやばいかもしれないな。そろそろ
タクヤのマジックポイント回復させないと。ドン。ライオンマン、ああ、身を隠すっていうのがね、よくわからないんだよね。結局身を隠してまた出てくるんだけど、で、出てくる前に、表示されてる敵をやっつけると、あ、この人は、ダン吉くん、ヌポちゃんが大変なの、あの子殺されちゃうかもしれないわ。ヌポちゃんね、私に会いに学園に戻ってきちゃったの。千里さんが一緒じゃなきゃ、モヒカン大陸には行かないも、ヌポ、なんて言うから、一緒に来たんだけど、そこでたまに捕まっちゃったの。ヌポちゃんを助けてあげて、お願い。あ、もう話してくれないですね。わあ、結構このきついな。うー、あー、また断吉やられた、やられた。やべえな、断吉やべえな。無力化したんで、占い師はもうちょっと叩く。でもあれなんだ、ゲームオーバーになりにくい、そのなんだろう、ゲームオーバーになりにくいっておかしいけど、要はヒットポイントが0になって戦線離脱したキャラも戦闘が終われば1になって戻ってくるっていうのも結構こう工夫されてるというか、そういうこともできるんだってちょっと驚いてるね。RPG の中で、やっぱこう、それがまあある程度、なんだろうな、まあ緊張感もあるんだけど、まあめんどくさいところでもあるじゃない、ね。やっぱりこう、生き返らせるためにマジックポイントを消費したりとか、あとは、強えな、おい。強えな、おい。よし。ね、あとは、アイテムを消費しなきゃいけない。あんまやられるし、もう。さっきはダン吉めっちゃやられてるんだけど、待ってくれよ、主人公めっちゃやられてるんだけど。しゃあ、まあここでセーブポイントがあるんで、まあしっかりセーブして攻撃じゃないわ、ボス戦備えるよっていうことなんでしょう。ボス戦があるんでしょう。ゴリ作のあれを全然使ってないな。わあ、逃げたい。逃げたい。逃げたーい。はい、か。仕方ない。で。くぅ。いや、とりあえず、みんな元気マンはまあいいんだよ、正直。だけど、馬並み、なんだっけ？キックだっけ？あれをやられる方がきつい、正直。エンジェルはあれだ、みんな元気マンをやってくるのね。でもまあ、倒せるから。あとはもう、毒を抜いたフグと同じですよ。ね。なんか聞いた、知った風なことを言いましたね、もうね。たどたどしい口調でね。
さあミュージックがスタートしたよ。早くヘッポコダンスを踊ってくれ。踊っとくれか。あ、踊ってる踊ってる。ヌポちゃん、わあ、良いぞ良いぞ、こいつは傑作じゃ。なんだなんだ。うん？あ、もう進めるのか。本当はこんなダサい格好したくないんだけど、この格好しないと珠代さんが怒るんだよ。珠代様が大好きな音の名前出て、音の昔の名前で出ていますを演奏すること僕の仕事。昔の名前で出ていますって曲が本当にあるんだよ。それだけで1日5000ゴールドももらえるんだよ。いい仕事じゃねえか。違うヌポ、好きで踊ってるわけじゃないヌポ。あのババアが踊らないと千里を殺すよなんて言うから、この短い足で一生懸命踊ってたヌポ。おやまあ、若い男の子がいっぱい遊びに来てくれて嬉しいね。あんたらもこの珠代様のしもべになりたいのかい？嫌です。そうだね。間抜けの顔したあんたと変なマスクの忍者はどうでもいいけど、そこの髪の長い男、ほう、タクヤって言うのかい？どうだよ、タクヤ。私に愛のマッサージでもして、肩こりを優しくほぐしてくれんかい？ああ、やだ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 。冗談じゃないわ、このクソババア。私、あんたみたいなババアが一番嫌いなの。ちょっとお金持ってるからって可愛い男の子たちを独り占めしちゃってさ。ねえねえ、このババア殺しちゃって、私が許す。殺しちゃって、私が許すから。いや、殺すのは、ちょっと。キー、あんたが嫌だって言っても私は戦うわ。ネポちゃん何ボサーっとしてんの？あんたも一緒に戦うのよ。あら、強制ですか？わかったヌポ、ゴリちゃんの言う通り一緒に戦うヌポ。ヌポの助が仲間に変わった。ヌポの助はカのカードを持っていた。ダンキシャカのカードを手に入れた。さあみんな準備はいい？このババアに私たち仲良し4人組のハイパーを見せつけてやりましょう。たまよババア。めっちゃちょこんって座ってる。いいのかな。なんかいろんな意味でこう、なんか悪いなって感じがするけど、まあとりあえずタクヤにチャックなんかやってきそうな気がするから、ダッシュか。とりあえずカチコチ組んでダン吉を強くしとくか。ヌポのゴリ作は何できんの？雷親父、白熊エルボ。あー、まあ、攻撃呪文主体なんだ。いやー、来た来た来た。やっぱそういう攻撃をしてくるのか。つかなくさ、オッケーオッケー。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。元気満々やっといて、タクヤが、ネムネム攻撃、寝てくれるかな。ヌポノスケ呪文、つよつよくん、ゴリ作、攻撃。効果なかった。わあ、強えな。もう殴るだけかな。殴る、おーい、火炎ベイベイ。よし。でもこれ、効果が永遠地獄じゃない。持続するかどうかわからないよね、魔法効果がね。早いうちに倒してしまわないと。あれ、つよつよくんって誰が攻撃、あれできたっけ？
これはもう殴るだけの簡単なお仕事かな。まさか殴るだけの簡単なお仕事でした。魔法さえ攻撃し防いでしまえばって。ああ、やっと団結して。これ式のことで玉代様がへこたれると思ってんのかい。マジか。俺、松本。お前のこと、私のことを愛しているなら、こいつやっつけてくれ。別にこんなおばはん愛してるわけやないけど、戦えって言われちゃ戦うしかないわな。松本めちゃめちゃ邪悪な感じやんか。ちょっと待ってくださいね。原宿ビーム使ってみたいけど、とりあえずちょっとどうしようかな。攻撃？拓也呪文、着攻撃、呪文、カチコチくん、団吉、呪文、マナミキック、ネムネム攻撃、白熊エルボー、マナミキック。危ない。効果なかった。効果なかった。魔法は効果がない。諦めよう。じゃあ、元気満々で、タックヤは道具、ナッツチョコを団吉に食わす。もうナッツチョコの在庫もないじゃないか。やべえ。ヌポノスケ呪文、つよつよくんやりたいとこだけど、カチコチくんでタックヤ、ゴリサクは呪文で、ないんだよなぁ。あぶねえ、あぶねえ。団吉攻撃、タクヤ呪文で、なんだっけ、もっと元気満で自分を、回復しつつ、ヌポノスケは呪文でつよつよ組んで、ヌポノスケゴリサコ攻撃。危ない。ちょっと痛恨の一撃出やすいな。呪文、とりあえず効かないので殴るしかないと。あー、ダメか。夏チョコが、そうか。きついなぁ。タック、アンプねぇ。これ、連続攻撃やられるときついなぁ。団吉、ゴリサク、もっと元気満々。やばいな。ちょっと道中で使いすぎたな。でもまあ基本もう殴るだけだな。ちょっとあれだね、ゴリ、ヌポノスケの、おー倒した。あー怖え。ヌポノスケが極端にマジックポイントが少ないね。あー久々に
戦いされてもうたわ。サンキューな。牢屋の鍵？ああ、これ残っちゃな。ほい。くれた。くれた。軽い感じでくれた。ダン吉は牢屋の鍵を手に入れた。ほな、さいなら。ふん、私死ぬまでこの生活やめないよ。そうですか。いやーもう逃がして。逃がして頼むから。頼むから逃がして。もうちょっともう。とりあえずエンジェルさえどうにかしてしまえば、おいー、おいー、おいー。ゴリサク硬いな、意外に。ゴリサクの使い方が難しいな。意外に、そもそも強いんで、腕力があるんでね。困りましたね、これね。うなぎ弁当が。タクヤか。タクヤが、もっと元気満を持ってるので、とりあえずここでセーブをかけて頑張って逃げる。一匹だったら逃げれるんだな。牢屋の鍵で開けた。もうちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。なんかもう腹立つわ、エンカウント高くて。まあみんな無事だったのね。あら、もしかしたらカードが5枚集まったんじゃないの。ほら、私が持ってる目のカードとあなたたちが持ってる4枚のカード、この5枚で言葉を作ってみると、なんだ、ルイスカメ、え？ルイスカメ、いや、ちゃうやろ、絶対ちゃうやろ、スルメイカやろこれ、どう考えても。スルメイカ、スルメイカですね。はい、なんだろう、カスメイル、メカルスイ、あ、わかった、スルメイカよ。スルメイカって園長先生の大好物だもん、間違いないわ。よかったわ、よかったわね、これでみんな卒業できるわよ。さ、園長先生のとこに戻りましょ。あ、強制体験ですね。よくぞ戻った。ではカードに隠されている謎の言葉を報告してもらうぞよ。ふむ、その通りじゃ、答えはスルメイカじゃ。よし、それでは4人全員の卒業を認めよう。と、その前に、君たちに最後の試練を与えることにすると、最後の試練、ちょっと待って、その試練と、この私を倒すことと、ちょっと腰曲がってるじゃないですか、園長先生。そんな老人を痛めつけるとかできないから、ね。まあ、やらざるを得ないですかね、もう。もうなんか人を食ってるよね、なんかね。まあ、無駄に音楽がかっこいいし。どうしますかね、でも、原宿ビーム聞くかな。呪文。とりあえず、いろいろやりたいけど、やっぱり、こう、あ、ゴリサクがあれになってるのか。爆発アムール。ウポノスケで、どうしようかな。あ、ヌポノスケもあれだ、マジックポイントそのまんまになってるから、攻撃するか、呪文チャック攻撃、原宿ビーム150 めっちゃ強いかな。効果なかった。炎症性火炎ベイベー、いや、やらしいな、火炎ベイベーは。なだれギャル、ちょっと待って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 、勝てそうにないぞこれ、ちょっと勝てそうにないぞこれ。ダン吉を強くしとかないと。
まあ、火炎ベイベイならなんとかなるけど。どっちだったかな、ミナヨちゃんだったかな、ミナヨのスネゲだったと思う。呪文。バッタリ攻撃ってなんだ。傷の方か。やばいやばいやばい。これはやばいよ。大学芋の方だったか。どうかどうか、ゴリ作がやばいかもしれない。あぶねえあぶねえ。原宿ビーム打ちてえなー。どの程度延長戦線回復してるかだよね。ゴリ作があれになっちゃってるから、ゴリ作をちょっと、なだれギャル やらしいな。うわー強えな、これ下手に。やばいな、大学芋が。そっか、ガーターベルトはあれだ、戦闘不能になったら使えるやつだ。ギャルハンターってなんだ。ギャルハンター使ってみるか。今回なかった。よし、ナッツがもうないんだよね。なだれギャルってそもそも何の技なんだよ。やばい。やばいよ。あと2、強えよ。もう大学芋もないんだよな。これどっから始めることになるんだろう。ゲームオーバーになったら。
ゴリ作、まあいいや、ダンキチしか元気満々使えんもんな。ルポノスケ、あ、倒したい。なかなかの緊張感だったよ。勝った。何、ミナヨのすね毛落ちてる。今さらいらんやろ。アッパルちゃん、もう何も言うことはない。これからは、は1、10、100、1000、10万、100万ゴールドを獲得を目指して、それぞれ RPG 作りに励んでくれたまえ。みんな、私が教えてあげた授業のことを忘れないでよ。あ、ワスが RPG を作ったら、もちろん千里さんにプレゼントするのぽ。RPG が完成したら、もう踊り子になるためにもう一度ルクソールへ行ってみるわ。たまには私の悩ましい腰継ぎでも見にいらっしゃいね。なんじゃそれ。これからうんとかっこいい RPG を作って、もう一度ミナヨに告白してみるよ。頑張りたまえよ、ダンキチ君。期待してるぞよ。いろいろあったけど、これから本番よ。頑張ってね。あ、これからが本番よか。ありがとうございます、先生。あんたには散々な目に遭わされたけど、今となっちゃう美しい思い出よ。はい。エンディングかな？そして数年後、ダンキチはついに一本の RPG を完成させ、獲得した100万ゴールドで愛しのミナヨのハートまでがっちりと掴むことができましたとさ。ミナヨちゃんのハートまでね、ジュンとさせたわけですよ。ジュンってさせたわけですよ。まあ、ハートをジュンとさせるとかね、いうのをこうね、あのお父さんお母さんに聞いてみてください。きっと何も答えてくれないと思います。なんじゃそりゃ。そして、また月日は流れ、RPG スクール3の発売日がやってきました。おう。ねえ、ダンキさん、ちょっとあれ見てよ。RPG スクール3だって。懐かしいわね。思えばあのソフトのおかげで結ばれたんだもんね、私たちって。ねえ、またスクール3で、私がジューンと感じちゃうくらいのすんごい RPG を作ってよ。またジューンって出てきた。ねえ、ミナヨの一生のお、ね、が、い。わあ、嬉しい。ダンキさん、もう、大好き。毎度あり、RPG スクール3ですね。はい、これを釣り。どうもありがとう。ふ、すっごい楽しみ。ゲームのタイトルは、ミナヨのオンリーマイラブで決まりね。あー、来ちゃった。来ちゃった。おいき様、ちょっと顔を貸してもらおうか。じゃあ、桃栗先生、あとはよろしくお願いします。出てきましたね。連れ去られますね、また。あら、またあんた？ふーん、なるほどね。このかわい子ちゃんが愛しの彼女ってわけ。あんたしばらく見ないうちに、随分と色ぼけ男になっちゃったみたいね。今度は、ケツの毛まで抜いちゃうくらい厳しい授業で、あんたのその色ぼけた根性を叩き直してやるから、覚悟してください。あ、アホンだら。アホンだら。ダンキさんを返して。はい、ダンキ氏の爆鎮大作戦。スタッフ、桃栗、あ、ね、桃栗滝子さんっていう方だったんですよね。特にアスキーの、社員さんだったという方で、実はね、ちょっと数年前に亡くなられているということで、ちょっと残念なんですけど、本当によく作ってるって失礼だけども、ここまでのことができるんだっていうのを、やっぱ勇気づけられるっていうか、すげえなって感じですよね。うん、RPG
スクール、RPG スクールの前作のスーパーダンテって本当にできることは多いんだけど、容量が少なくて、結構ね、消化不良っていうか、不完全燃焼に終わったプレイヤーというか、ユーザーというか、作る人、多かったんじゃないかなと思う。私もちょっとね、そういうところあったの。前作で作った時に。で、もっといっぱいやりたいな、いろんなことやりたいなと思ってたんですけど、これはかなりできそうですね。その演出面もすごいけど、もう単純に容量が多そうだから、ま、面白い。で、マップも自分で作れるから、あのぐらいの 大きさでいいんだよね、実際は。そんなに大きくなくたっていいと思うし、簡単にある程度街なんかも簡単に作っても、RPG として成立するなっていうのは、もうサンプルゲーム見ただけでわかるよね。必要な施設だけ作って、あとは、もう街とか村人のね、ちょっとだけ配置してっていう形でも全然大丈夫だし、RPG として成立するための条件って、別にそこまで、なんだろうな、まあ、見た目にこだわらなくてもいいというか、ある程度最低限のね、情報が、プレイヤーに与えられて、最低限の装備とか、拠点としての機能があれば街なんかどうでもいいし、正直。で、ダンジョンとかもそんな複雑にする必要もないし。まあ、ただエンカウント率がね、ちょっと高いのは昔の RPG だからかなと思うし、エンカウント率が調整できるんだったらもうちょっと下げてもいいかなって感じはしますね。まあ、この辺のバランスの取り方っていうのは非常に難しいんですよ。もう前作でね、もう結局私はね、投げたんです。もう、バランス作るのが無理で。だからものすごい緩いゲームになっちゃったんです、逆に。ものすごい、だから、極端に難しいゲームになるか、極端に簡単なゲームになるかっていう形なんですけど。いやー、面白かったなー。いいゲームだったなー。うん。てかもうね、校長先生との戦いめっちゃ緊張したわ。もうどうしていいか分かんなかった。装備もこっちまともに装備してねえし、アイテムもあんまなかったから、これ勝てんのかなと思ったけど、一応まあなんか勝てましたね。うん。まあ、弱い者いじめですよ。4対1でね、か弱い老人、腰の曲がった老人をね、殴り続けるって、そういうラストでしたけど、まあなんだろう。最後にわしを倒していけっていうね、よくわかんない、よくわかんないよな、なんかもう卒業試験はわしを倒すことじゃとかって、RPG を作るためになんであんたを倒さなきゃいけないんだっていう、もう尻滅裂なんだけど、まあでもラスボスを倒さないと、まあやっぱ RPG としての、醍醐味がないですからね。だからあのまま終わってもよかったんだけど、ババア倒して終わった、たまよババアを倒して終わったんでもいいけど、まあそうじゃなくても、まあ、良かったっていうかね。やっぱ醍醐味はラスボスを倒すことやったってことですよ。どんな尻滅裂な状況でもね。うん。まあ、とりあえず、あとはグラフィック気が抜けるよね。なんかね、すごいフィールドの敵めっちゃ強い感じのやつなのに、ボスがなんかすごいそうでもないっていうね。はい。まあ、ということで、まあ、RPG スクール2、サンプルゲームの爆沈、ダン吉の爆沈大作戦、第3回にしてですね、感動のエンディングを迎えましてですね、よかったなと思っております。いやでもこれを見るとやっぱね、RPG スクールでまた作りたくなるね。まあ、あと、ね。私、自分で作ったゲームを自分で実況するってよくわからないことしてますんで、まあ、アーカイブから見てもらえればね、RPG スクール、バニラエースとかで調べていただくと出るんじゃないかなと思うんで、一回そういうのも見ていただけたらと思います。自画自賛するけど、ちょっとフリートーク長くなるけど、俺結構いいの作ったと思うんだよ、前作のスーパーダンテで。うん。ちょっと、手抜きな部分もあるけど、ダンジョンのデザインは手抜きですけど、まあそんな複雑なダンジョンがデザインできないんですよね。だからまあ、しょうがないんですけど、いやー、結構ね、
そのオープニングからエンディングまでしっかり作るっていうのは、まあ容量が少ないっていうのもあるけど、そのまあね、まあ授業の中で、このサンプルゲームの授業シーンの中でできたスイッチの使い方とか結構難しいの。で、その一つのキャラクターに対して4つのイベントしかある意味できないので、4つしかできないっていうのをもう組み合わせるのをどうやってやったらいいのかっていうところを考えるパズル要素もあるんですよね。だからだんだんパズルになってくるからね、デザインしてそれをどう組み合わせていけば自分の理想のイベントになっていくのかっていうのが結構考えるのは、まあ、楽しいけどしんどかった前作はね、しかも容量の限りが非常に多かったので、すぐ使い果たしちゃうんで、いやでもなんかね、これを見てるとね、やっぱ自分の作った RPG を人に遊ばせたいっていう気持ちがすごい強くなるね。だからスーパーダンテとか、まあ遊びたいなっていう方がいらっしゃったら、ちょっとこっそり連絡をください。はい。まあ前作ですけどね。前作の RPG スクールに私のデータを、なんですかね、インストールして、遊ばせてあげたいなと思います。はい。で、まあ、輸送してる間にデータが消えたらすいません。まあ、ということで、長いフリートーク投げ、ゲーム終わってから何分話してんだ。はい、ということでね、まあ、面白かった。本当に、ちょっと、ちゃんとした金額わからないけど、ごめんね、もうちょっと続く。駿河屋さんとかで、調べて買おうと思うと、数百円で RPG 作る2買えます。はい。で、まあちょっと、中のバックアップバッテリーの電池がどうなってるかはちょっともう賭けですけど、まあ運が良ければ人が作った RPG 遊べるし、最低でもこのサンプルゲームは遊べますので、ちょっとまあまだ行ってないところとか多分あったと思うので、まあちょっと自分で、行ってないところをね、遊び回ってみるっていうのも手かなと思うので、できれば、できればじゃない。まあ、興味がある方は、まあ、自分でね、買ってみて、ちょっと実機、スーパーファミコンの実機を、ね、こう、押し入れの奥から引っ張り出してきて、まあ、ちょっとね、サンプルゲームだけでも遊んでみるか、みたいな感じでやってみてくれると、あ、意外にちゃんとできてんな、みたいな。なんか、そこら辺に落っこしてる RPG より面白いかもしんねえな、みたいな。テキストだけでこんなに面白くできるんだっていうね。なんか驚きなんかも感じてくれるんじゃないかなと思うんで。まあ割とおすすめ、なんか RPG の中で見過ごされてきた、なんか隠れた名作だなって感じはするんだよね。はい。長い長いごめんなさい、もう閉めますね。はい、ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。バニラエースでございました。ではね、ちょっと長時間ね、お付き合いいただいた皆さんありがとうございました、本当に。じゃあ次回の動画、次回の配信でお会いしましょう。バイナラ、お疲れ様でした。